大井ボートの控え室。さあ、タカチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、大井高です。これ何でしょうか。いや、何なんですか。多分今初めて、分かんない、うん、僕のチャンネル見てる人は何これ思ってる人いると思うんですけど、はい、こちらですね、大井ボートリーチ一発満州物語という番組が始まってるんですよ。冠番組、冠番組です、私の。冠、この何だその番組やと初めて聞くぞという人はですね、大井ボートで検索していただければ、分かりますので、ぜひですねその存在を知ってください。その大井ボートの収録の合間にですね、もう一つ番組作っちゃおうかなと。今合間ということですね、はい、これがボートレースガマゴーリとタカチャンネルのコラボ的な、うんうん、コラボ的な、はい、お互いのね、お互いのチャンネルを見てそういうことです。こっちを知るっていうのはあるからね、はい、素敵ね。早速ですね、ご紹介していきたいと思います、はい、大井ボート第1回目のゲストね、日向愛子、元よしひろ、どうも、はい、いつもあの我々渋谷アベマズというチームでですね、麻雀を、M リーグというところですね、麻雀を打ってチームメイトでございまして、はい、今日は初の冠番組のね、うん、第1回ということで1回のゲストにお呼びいただきました。来てもらったんです。一人いないんですけど、はい、すいませんね。もう一人本当は渋谷アベマズいるんですけど、まあ、そいつのことは一旦置いといて一旦置いといて、はい、先ほどから気になりませんか。すごい、うん、部屋中がイカの匂いしてます今。いい匂いするんだよ、うん、美味しそう。食べたいでしょ、うん、食べたい、はい、これ何ですか。まずですね、うん、まずこのコーナー説明させてください、はい、せっかくですねこのガマゴーリに来てるわけですから、うん、このご当地のですねおやつ名産ってことですか。紹介していきたい。お、今回こちら味の山水さんの、うん、イカチンでございます。イカチン、いい名前だね、呼びやすい、イカチン、はい、これをですね早速食べて、我々あまりやったことのない食レポやっていきましょう。おー、はい、食べてみましょう。食レポだ、はい、いいんですか。いいですよ、早速いただきます。めっちゃいい匂いするんだよこれ。一番おいしいこのあのね、じゃあ聞いて、全日本イカランキング1位です、うん、ほんと。あのね、俺ら好きな味、もっとパリパリ系かと思ったら、味がギュッとして濃縮されて、うん、しっかりなんかしっとりのイカの風味がすごい残ってる。この食感がすごい、なんかイカのおやつってさ、うん、なんか噛み切れなくてちょっとあれだったりさ、うんうん、薄かったりするのが嫌だったりするんだけど、これめっちゃいいわ。このね、僕のね大好きな味の濃さがね、ちょうどいい濃さなの。濃いの好きだね。濃いめ好き。うん、タカちゃん濃い派ね。うまっ。イカチンハマった。ちょっとこれ早送りでさ、食べてるシーン出して、これマジでうめえ。うん、さあ、というわけで美味しかったですね、イカチン、うん、はい、だけど食べてるだけのコーナーのわけがないじゃないですか。確かにね、はい、なんかここにもあるわけですよ、こういうの。おこのね、質問箱、こちらの質問箱から質問を聞いて、そのトークテーマに沿ってですね、いろいろと3人で、おっとっと、この辺がね、トークテーマ発表します。はぁ、うん、じゃあ本当に、みんな僕が嘘を言ってないことをまず証明してくれ、うん、リハーサルもなんもねえで、いきなり大井さんの結婚相談室って書いてあるんだけどなんだこれ、うん、業界でも有名な独身キャラの大井選手、もし大井選手が結婚するとしたら相手はどんなタイプの方がいいのか、一番近くで大井選手を見ているチームメイトの2人が独断と偏見で条件を出し合う。あ、なんじゃいそれ、条件を出し合う、要はどんな人が大井に合うのか、うん、合うのか、合わないと思う、女性は。一旦待ってくれ、うん、一旦合わない、全人類もう合わないと思う。いや、結婚向いてないよ、やめた方がいい。お金はあるんだけど結婚は向いてない。寄付とかした方がいいよ。もういや、わかんない、でも性格は寄付はもうゴールの一歩手前だよ持ってるお金を寄付するっていうのはもう終わりだよ。でも結婚向いてないよね、うん、でもお金がいいっていう人もいるかもしれない。あー、だからそうだね、お金だけ、お金がいいっていう人に騙されたの見てきたのにまだ言うのか
まだ言うのか。いやもうごめん、言い過ぎた、言い過ぎた。あとやっぱりさ、趣味が合わなきゃやだね。え、趣味なんでしたっけ。麻雀のことは一切触れないで、麻雀の話なんかしたくないから家で、やっぱゲームとか漫画とか映画、この辺で一緒に見る的な。たかちゃんが好きな映画って何。アニメ例えば。あとか流行りもは全部見るよ。漫画は。漫画は流行りもの、とにかく何でもいいの。だって俺漫画ランキングでいつも検索して、あの上位全部大人買いだ。映画も。映画も。え、それは全然やってくれる子多いよね。それはそこはまだ大丈夫大丈夫、まだ結婚の域だ。でもね、麻雀の人じゃん、麻雀で最速最強なわけで、トッププロで、で、大井さん好きな人って麻雀、大井さんかっこいいなと思ってる人いる可能性あるじゃん、ね、で、家で麻雀の話、ちょっと麻雀の話していいですか。いや、俺そういうのやってないからみたいだったらそんな言い方じゃないけど、きち麻雀の大井はきち。え、麻雀を知らない人と出会えないでしょ、もう。出会えない、もう無理だよ。だって、大井さん麻雀なかったら、なんだよお金しかないじゃん、もうそしたら。お金はすごい。お金は、ね、いや、お金はすごいあるけど、お金以外ないじゃん、もう何も。顔がちょっと可愛いくらいしか残んないの。あとない、あと何もない、うん、なんかね、なんだよ、世話焼きな人の方がいい、本当に。いや、焼かれたくない。いやいやいや、なんだかで焼かれたくないって言うでしょ、うん、でも一緒にいる人には焼かれる人の方がいいと思うわ、見てて。マジ。そう、こうやってさ、俺は後輩とかにはさ、そういうのいいって言うけどさ、俺は明日ガマゴーリ行くって言ったら何も言わない人がいいよ、やっぱり。いっぱいいるよそんなの。ガッタガタ言われたらもう無理だからね。え、じゃあ何、彼女の条件とか結婚の条件はガマゴーリに行くって言ってガタガタ言わない。ガタガタ言わない。ガタガタ1秒たりとも自由を奪うなよ。大体ね、該当するよ。大丈夫。俺、最速最強っていうあだ名があるだろ。大丈夫。もう一個のあだ名、アンチェインって言われて、縛られたくないってこと。出せ、うん、もう誰も俺を縛れない。出せ。聞いたことどっかの漫画で聞いたことあるけど。なんか、アンチェインって言われてるからね。アンチェインだから。縛られなきゃ何でもいいの、じゃあ。縛られ…え、ちょっと何縛ってほしい。うるさく言わない人で、ね、でもその要求がまずちょっとまずいよ。その顔で面倒くさいとか嫌だってマジで言うなよ。二度と。チームメイトだろ。イカチン食いながらな。縛られたくないって言ったらちょっと縛ってほしいんでしょ。だイカチンを食べながら言うなよ。もうなくなっちゃいます。確かにアンチーなのにちょっと縛ってほしいってやばいよ、うん、なんかやばいとかよ。矛盾だよ、うん、何にも縛られないの、それはそれで。え、どれくらいのことでちょっと縛ってほしいのじゃ。なんで笑ってんの。何をイメージしたの今。あのね、なんて言うんだろう、健康管理的な。じゃ縛るって言うの。太りすぎんなよみたいな。え、でもだイカチンさ、大井さんがこれブブブって言ってて、またイカチン食って太るよって。だからイカチンの速度、じゃ速度を考えろってこと。イカチンの。もっとゆっくり管理的な愛のある。あ、いや、そういうの言ってほしかった。愛のある縛りのこと言ってんの。あなたたちの、あなたたち愛がないんだよ。帰れ東京に。帰れ。ゲスト、ゲストで呼んで。明日の朝一で帰れ。ここでも帰るけど。それでは続きまして、おい、何これ。え、渋谷アベマズ維新電信ゲーム。イエーイ。質問じゃないっていうね。質問箱にゲーム入ってたの。一番得意だからね、維新電信ゲーム。私たち得意よゲーム。え、4人で数々の困難に立ち向かってきたアベマズの3人。まあ1人いないから。それめっちゃ面白い。それだけでめっちゃ面白い。なんでストーリー調なんだこれ。3人に麻雀についてのお題を出し、3人同じ答えになるように回答しようという。え、同じ答え出そうよ。出すまでやりたい。いや、マジで書いてあるから、そのまま、うん、やろうやろう。え、じゃあちょっとスタッフさんが何かお題を出してくれるんで、同じ答えな。はい。天敵と思うチームを、7分の1を当てましょう。なしって書くの、人のが良かったんじゃないの。はい、行きましょう。行きますよ。もう僕は、はい、浮かんでます。ちょっと待って待って待って、おいおいおい、これは大丈夫、絶対大丈夫だろ。ひなた、行くぞ。いいな、高原に合わせに行く。なんだよ、自分が思うやつだよ。でもこれは誰かが意図を読んで。ダメ。本当？絶対これで合うはずだ。いや、俺思ってて合うやつにした。絶対そうだから。うまいな、弱たり。はい、いくよ。はい。いっせーのーせ。ドリブンズ。ドリブンズ。あ、合ってる、ね。合ってる、ね。合ってる、ね。すごい、一発だね。いや、私、これ、予選に行ったんですよ。
だから予選に行ったってことは、いや今チームのこと分かってるんだけど、これ個人だったんですよ。私黒沢咲って言うと思ったの、たかちゃんは。あ、苦手だからね。咲さんにもうすごい負け越してるから、うん、俺あいつがいなかったら2000勝ってる、うん、そうそう、よく言ってるよね。だから咲さんと思ったけど、チームってなるとやっぱすごい実力を買ってる、私もすごいと思ってる先輩いっぱいいる、トリボチさんかなっていうイメージ。あのね、強いはみんな強いんだよ、うん、だけどなんかね、変なことすんじゃん変なことすんじゃんな、鈴木太郎とか変なことすんじゃん、園田とか。どう、でもそれがやっぱ強さでもあるからね。なるほど、なるほど、うん、できないもん、引き出し多いよ。なんだあいつら。よし一旦ね、ストレスをガマゴリで発散して。え、これこんな一発でやっぱ揃うのいいですね。困難に立ち向かってきただけあるよね。そう、一人一人ねけど、でも多分翔ちゃんがいても同じ風に言うと思う。いや、あいつは違うチーム言いそうだな。どこ言うと思う、電話で聞くいろいろ、あいつ風林火山って言いそう。言うかな。いや、ドリブンズって言うと思う。ねえ、うん、ドリブンズだと思う。そうかな、俺あいつ風林火山って言うと思う。ちょっと電話だけしてみるまさかの電話、うん、はい、この時間はだいたい仕事だよね。あ、もしもし、今大丈夫ですか。スピーカーを、スピーカーを、うん、はい、翔ちゃん、ちょっと待って、翔ちゃん、もしもし、はい、マイクに近づけます、はい、今維新電信ゲームっていうのを配信でやってまして、ここだ、あのお題だけ聞きますよ。渋谷アベマズにとって一番天敵となるチームを言ってください。天敵チーム、ライバルチームですね。いいですか。3、ちょ、もう早く、もう早く、いくよ。3、2、1、サクラナイツ。あー帰れ切って、もう切って、もう切って、ありがとうございました、さよなら。はい、私予想通り、私はサクラナイツ、あ、風林火山って言うと思ったらサクラナイツだった。サクラナイツさんだったね。維新電信ゲーム、アベマズの3人では成功ですが、アベマズでは失敗でございましたありがとうございました。あー、桜内さんか。さて、そろそろお別れの時間やってきました。あっちゅうま。次回はどんなトークテーマになるのか、はい、そしてどんなおやつが出てくるのか、はい、もちろん大いぼうと検索してくださいね。はい、これ一応おめえをやってやるぜ。それぞれのですね、詳細についてはですね、番組の、概要欄、このチャンネル概要欄に貼ってありますので、ぜひ読んでください。よろしければ、双方のチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで次回もお楽しみに。バイバイ。ピカチン、ピカチン、ピカチン、お願いします。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。